はい、帰って家の方にね、帰ってきました。今回はね、大網のね、大網駅の近くっていうかね、大網駅の、近くでマクドナルドとかが、すぐそばにあります、海鮮丼の九十九里丼丸さんの行って、テイクアウトしてきました。いやー、なかなかすごいですね。これがね、マグロ丼で、こっちがホタテとイクラ丼です。2色丼ですね。で、今回はね、普通だとこれが540円ですけども、ちょっとシャリの方をね多めにして、これちょっとシャリ多い、わかんないと思います、かなり重いんで、シャリ、大盛りしなくてもいいかったかもしれないですね。私はちょっとシャリを多めにして、1個650円の丼です。で、今日このマグロ丼は今晩の夕飯に、でこっちのお昼をね、この、ホタテとイクラ丼にしたいと思います。まあ、彩りすごいですね。錦糸卵もいい感じです。ではね、早速なんでちょっと食べてみましょう。ホタテいくら、おいしい。ご飯もおいしいですね。このね、いくらのプチプチ感がたまんないですね。ご飯のね、ごめんね、ご飯はちょっと大盛りしちゃいましたけど、結構普通でいいかもしれないですね。普通の人は、特に女性なんかだったら普通盛りで十分ですね。ちょっと多いです。で、せっかくなんでマグロもね1枚。はい、結構、高いね、通常高いって言われる海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、イクラとホタテとか、これがね540円、ね、で、買える、ね、海鮮丼の九十九里丼丸さん、ぜひともね行ってみてください。ちょっと面白いのは、中はね、なんつうんだ、自動販売機、自動発券機があって、それを買って待つっていうスタイルです。大体ね、待つのは、私が行った時は2個頼んで3、4分ですかね、待って出してもらうっていう形なので、非常にね、今コロナというので、まあ、全然接しないのでね、安全なテイクアウトの場所だと思います。よろしかったら行ってみてください。じゃあね、今日の晩はこいつ、今からこいつをやっつけます。それではさよなら、バイバイ。